大型船の建造には何千何万という設計図が必要だ。200人余りの人が設計図と取り組んでいる、ここがいわば造船の先頭司令所。そして設計図の作成もコンピューターの自動製図が取り入れられている。複雑な図形も何の苦もない。想像を超えて不可思議を可能とする技術革新はとどまるところを知らないのだろうか。